とかっていうね。え、ペルミーナっていう意味。実際ここにあるんだ。実はホテルのミラコさんのオーナーさんで、ザンビーニブラザーズ。水路を走って住んでいるんですけども、ここに関しましてはかなり細かく作られてるわけ。ヘイヘイです。バイタンです。ベイタンバイタンチャンネルです。始まりました。さあ、というわけでエデンディニアハーバー3時間目でございます。3時間目に来ました。はい、はい、まあ、初の3時間目ですね。初か。ファンタジーランドは1時間目、2時間目だったんですけど、初の3時間目ということで、おそらくディズニーシーにつきましては3時間構成の方で進んでいきそうな気がするんです。なるほどね。というのも0時間目の方で、まあ、動画でも上がってると思うんですけども、そちらの方でディズニーシーは世界旅行なんですよって話をしたんですよ。知ってた。はい、というわけで、ね、メディテリアンハーバーにつきましてはこちら20世紀初頭のイタリアが舞台になってるわけですね、うん、はい、この20世紀初頭のイタリアの部分がいかにして再現されてるのか、うん、っていうもののちょっとした解説の方をちょっとしていきたいなと。すごいもんな、文字の量が。いよいよ授業の量。俺世界史とか苦手だったんだよな。世界史もね、だいぶ深く関わってくるエリアもあります。その匂いがすんのよ、このホワイトボードが。あるんですけど、なるべくこう視覚的に楽しめるようにいろいろとお話していきますから。頼むよ、ほんと。行ってみたら、あ、そうや、フェイフェイこんなこと言ってたな、あ、フェイフェイが言ってたのこれだったんだって、いや、なってもらえるようなお話をしていきますので、お願いしますよ。はい、まあ、20世紀のイタリアといいましても、うん、メディテリアンハーバーというものが大きく分けると3つのエリアに分かれるんですよ、うん、っていうのもこちらに書かれている赤幕のエリア、この一番広いエリアですね。入ってすぐのところから橋を渡ったあたりにかけてから、まあ、階段登ってちょっとソワリーのエリアに向けて、うん、こちらはポルトパラディーゾって。そう、はい、これがまあ海だとしたら、この海に面しているエリアですね、うん、これがポルトパラディーゾ、これがパラダイスの港っていう意味です。そう、っていうのがポルトパラディーゾ。このパラダイスの港、パラダイスはその和訳してできなかった。言ったらパラディーゾって言葉はパラダイスから来てる、英語につながる。そうそうそう、まあ、パラダイスっていうのが一番分かりやすいイメージが湧きやすいでしょ。そう、パラダイスの港。ブチギレ今ブチギレだったけど、口調がちょっと危なかった。先生スイッチ入ってから。なんでだよ、いいよ、いいよ、いいよ。気になるじゃん、パラダイスの港とか、楽園の港とかだったんです、わかるよ。ただまあ、確かね、公式的だった気がする、パラダイスの港っていう意味では確か公式、うん、で、もう一個が、このちょっと狭くなります、このゴンドラがある運河のエリア。狭めだね。狭めのエリア、この辺りがパラッツォカナルって言います。うん、そう、ベネツィアのこの港を舞台としたところですね。同じく、まあ、イタリアの中にあるベネツィア。で、もう一個が、さらにもうちょっとちっちゃくなってます。ここにある要塞のエリア、船とかがあったりとかする、うん、こちらがエクスプローラーズランディングっていう。この青枠じゃないね。じゃなくて、そうそうそう、このエリアだけね、うん、この要塞自体をエクスプローラーズランディングっていうエリアという。この日本のチンコのところが。日本のチンコじゃねえ、これ。誰が東京ディズニーシーに日本のチッコを当てるんだよ。のところがエクスプローラーズランディングっていう、まあ、SEA っていう、まあ、ソアリーの時に話した SEA が活躍してるのはこのエクスプローラーズ、開拓者たちの学者たちの意見ですね。で、詳しく説明していきたいのがアレルギーですか。ちょ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 、いいのよ、気にしないでよ、そんな。大丈夫ですか。出るじゃん、席も1個2個、まあ、ポルトパラディーノズ、パラットパラっていうところはアレルギーじゃねえかよなんて冗談なんて冗談なんて冗談、まあ、まずはポルトパラディーノズからですね、はい、こちらの舞台がイタリア北西部のトスカーナっていうところが舞台になっております。トスカーナのあるところだ。実際にあるイタリアの北西部の地域の方なんですけども、まあ、まずなぜイタリアなのか、なぜこのトスカーナなのかは一旦ちょっと置いといて、うん、先にちょっとした豆知識的なものを説明しますと、ちょうどいい、ちょうどいい。そう、他にもあるんですけども、例えばピアッツァトポリーニ、他にもビアパペリーノ、うん、ビアグリオサッチョっていうような通り名、場所名があります、うん、これが何かと言いますと、このピアッツァトポリーニっていうのはこの入ってすぐの一番この広いこの広場、うん、これじゃあピアッツァトポリーニの意味がミッキー広場っていう意味なんです。え、てる意味なの。っていう意味、実際ここにあるんだ、そのピアッツァ、ピアッツァトポリーノ。そう、ミッキー広場っていうのをイタリア語で言うとピアッツァトポリーノ。あ、他にもドナルド通り、ビアパペリーノっていうのが、ここの通りだね、うん、階段、
ここの間のここの通りのところをドナルド通りって言ったら、ここの、ちょっと細いところがあったりもするんだけど、そこをあのグーフィー通りって言ったりも、グーフィー通りもあるんだ。そう、他にもミニー通りもあります。そう、この主要の4キャラクターの名前が入ってる中に、実はこのフィアグリロサッチョっていうのがジミニークリケット通りっていう、なぜこの強ラインナップにジミニークリケットが入ってきてるのかと、ちょっとびっくりじゃないですか。まあまあもちろんね。そうそうそう、正直だから、あのイートの最終回にヤワラが出てるのと一緒よ。なんちゅうこと言ってんだこいつ。タモリさん、トンネルズさん、ダウンタウンさんのラインナップの中に急にヤワラが出てきてる。なんでヤワラを傷つけばちょっといいじゃん。そんなことないよ。わかんないじゃん。逆に言うとジミニークリケットあたりの位置までいるんだよ、ヤワラが。そうだけど、今の例えで言うとマイナスの例えだ。まあ、マイナスには言いました。なんでマイナスに言うんだよ。進める話。なぜなのかと言いますと、ちょっと話戻りまして、イタリア北西部のトスカーナが舞台というのも、こちらが作品ピノッキオの舞台になっていました。そうなんだ。ピノッキオってイタリアが舞台で、さらにこの北西部の方を舞台にして描かれた街だというふうになっておりまして、そのピノキオがイタリアの舞台だからっていうので、ピノキオの登場人物のジミニー・クリケットが名前として入っているというようなことなんですよ。ちなみにあのドナルド通り沿い、ドナルド通りとグーフィー通りも大体この辺りの位置かな、位置取り的なに、あ、まあ、当たり前のように言うね、そのドナルド通り沿い、そのカンナの通りみたいな。まあ大体この辺りの位置ですね。ちょっと地図をわざったに書いてるからこの辺りと違うんだけども、実はこの辺りのエリアのどこかに看板というか表札みたいなのが入ってて、ピノキオとその作者が過ごした家っていう表札も立ってるんですよ。それ家自体はあるの？家自体になって、で玄関とかがあったりとかするわけじゃないんだけども、この建物がピノキオとその作者が過ごした家ですよっていう表札があるんだ。そうっていうような、ピノキオにこうすごくこう深く関わってる、ポルトパラディーゾ、ポルトパラディーゾっていうようなエリアになってるわけ。ピノキオに見えるもんね、ちょっとね、堂々鼻があって、ピノキオに見えるもんね。なんか全否定できねえな。全否定できねえこと言ってる。なるほどね。そうで、さらに細かく見ていくとですよ、一旦ピノキオとは離れてたりするんですけども、このプラタナスっていう木がこの海沿いに生えてる、このなんかこうなってる木、これが木だとして、葉っぱが横伸びにこうやってなってる、ちょっと特徴的な木があるので、これはもうプラタナスっていう木なんですけども、これが実はイタリア北西部の、リゾート地にしか生えてない木。あ、本物が生えてるの？そう、本物の木がプラタナスとして生えてる。これもイタリア北西部のこの地域にしか生えてる木だったりとか、街灯とかも、街灯の根元の部分とかを見てると、エンブレムが入ってるわけ。これがイタリアに実際にある街灯、電気の会社からイタリアから直輸入してこの辺りの街灯を使ってるんですよ。なるほどね。いう徹底したこだわりになってるわけ。で、ポルトパラディーゾっていうこのエリアにはミラコスタが入ってるからね。ちなみになんですけども、実はディズニー側のこの工夫で、このミラコスタっていうものをバーンと横に見たときに、左側の方が、このこっちの方だね、レストランとか。で、右側の方に行くと、どん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 アメリカンウォーターフロントにグーってこうなってるわけ、こっちからだん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 こっちに行くにかけて新しくなってる、色合いがどん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 鮮やかになってるっていうわけ。あ、そうか、はい、これ2つの意味がありまして、まずそれぞれの建物がこう一応区切りはされてるわけね、で、全部こう色がこう違う、一緒くたにしたね、これが何でかというと、これが実際にイタリア北西部にあるこのデザイン、それぞれの建物が別であることを視覚的にしっかり分かるようにっていうので、実際にそういうデザインになってるわけ。あっていうのでも色が違ってたんだけども、なぜ新しくしていってるのかどんどん、っていうね、理由がありまして、まあ言ったらちょっとこう知ったかぶりといったらちょっと口が悪いですけども、ちょっとこう俺知ってますってふんふんふんな感じの人は、アメリカンウォーターフロントとメディテニアンハーバー、建物がこうバーって横に続いているわけ、このつなぎ目を濁すために、このつなぎ目が急にここまで古い建物、こっからこっち、急に新しい建物、アメリカンウォーターフロントこっからこっちですってしたら、ちょっとこう見栄えがあまりにもちょっと急に変わってる感が出てしまうので、それをこうなるべくグラデーションにするために、だん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 新しくしているっていうふうに言っているんですけども、
も、うん、実は結果的に確かにそうかもしれない、うん、結果的にグラデーションになってちょうどよくなったかもしれないんですけども、実は理由があって、うん、2時間目でお話ししました。ザンビーニブラザーズ覚えてます？うん、覚えてますよ。レストランの経営者、うん、実はホテルミラコスタのオーナーさんでザンビーニブラザーズ、っていうのもここ、まあ、地図上は書いてないけど横にずっとつながってるわけ、うん、でその一番端っこにあるのがここにあるザンビーニブラザーズリスト、うん、ここをレストランあるイタリアでイタリア人兄弟2人が俺たちちょっとどうやって生きてるかなっつって、ちょっと料理でちょっと一発行ってみようかってなってレストランを追っ立てました、うん、大盛況、めちゃくちゃうまいですよ。ここ食べログ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 よ。食べログって繰り返す言葉じゃないよ。流行りに流行ってみたいな言い方で食べログ食べログ流行りに流行ってって言いたかった。あ、そうなの。流行りに流行ってです。大盛況でどん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 増築していったわけ、うん、増築していってレストラン経営だけじゃなくてホテル業にまで手を出しました。結果出来上がったのがホテルミラコスタ、うん、になっていったわけ、うん、だからこの建物からどん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 増築していったよ。うん、その結果的にこのグラデーションができましたよっていうような結論になるわけ。こっちのが古いの？こっちの方が新しい。で、一番古い建物がこのレストラン。あ、そういうこと。こっちからどんどん建ててるから、どん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 建てていったわけ。こっちの方が古くなるわな。そう。あ、なるほどね。っていうことなんですよ。あ、めっちゃ勉強になるじゃん。っていうようなお話があるんです。ホテルコンラコスタとか今。なるほど。っていうようなこだわりがあるのがポルトパラディけども、なるほど。だからさっきの知ったかぶりっていうのは、そう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 、グラデーションになってるんだよまでは、そう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 、まだみんな知ったかぶりで従うけど、う、本当の理由としてはそういう理由がある。結果そうなったら見て、実はこういう理由があるんですよって話ね。そうそう、こっちの、ちなみにミラコスタのこの壁のところが魂になってるんですよ。ああ、なってるかな。テレビとかちょこちょこ紹介されるかもしれないんだけども、実はこう窓が開けてるようになったりとかするんだけども、それはただのこう平面の壁で絵が描いてある。あれもこのイタリアの北部に見られる特徴。なるほどね。手法が使われていると。実際にあるんだ。そう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 、そうなったりとかするんですけども、このパラッツォカナに関してはまた北西部から流してベネツィア地方ですね。はいはいはい、はい、そう、水路を走ってそのエリアなんですけども、うん、ここに関しましてはかなり細かく作られてるわけ、うん、例えばこのベネツィア地方に関しましては、うん、水害にすごく悩まされる。やっぱりもう水路だから、うん、雨がこう降ったら一気にこう水かさが増して、うん、もう洪水になっちゃうわけ、うん、そうなった時用にこう壁とかがあるじゃん、うん、そこにここまで水位が上がりましたよっていう線がかかるというのとか、うん、他にもこうなんか煙突というかこう、うん、煙突じゃないか、なんか洞窟というか通路みたいなのあるじゃん。トンネルってこと？トンネルみたいな、おしゃれトンネルみたいなのあるじゃん。なんか柱で作られた、うん、なんかイメージできる。なんかそのお城とかのそのなんか、うん、なんか1階のとこにこうあるような通路みたいな、分かる、うん、柱がこう、こう、うん、アーチ状みたいになってるみたいな、そこのあたりをちょっとこう邪魔くせえな、これ壁にしちゃおうぜ、壁にしちゃってもうこっちこっちで分けちゃおうぜってなった時に、このアーチのところに石をこうバーッて並べて壁にしちゃう、うん、で上からセメント塗装とかをして壁っぽく仕上げるっていう手法が多くのことですよね、うん、実際に。あ、実際にね。そう、うん、その手法をあったかも行ったかのように、壁なんだけどもちょっと外壁が崩れてて、よく見るとここの元々あったこのアーチのこの柱がちょっと浮き彫りになってるとか、いう細かい部分まで非常に再現されてると。なるほどね。いうふうになってるわけ。このさ、水害の時のやつはさ、うん、実際にそこまで水位上がるの？実際にディズニーシーが、ディズニーシーはもうあの整備がもう整ったんで大丈夫。あれですけど、あの昔ね、うん、マックスここまで行きましたよっていう、うん、ことです。ベネツィア側でしょ、それは。そう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 、うん、だバラッツマイルに関してはまた水路から離れてるからもう水位とか、うん、なるほど。そんなエリアに関してはこうあったりするというようなことなんですよ。なるほど。他にもまあ、あのゴンドラのその駅があったりとかね、いろいろあったりとかするんですよ、うん、っていう、そこの作り込み具合によってこの20世紀初頭のこのイタリアの再現具合がこう実現がされてるということなんです、うん、はい、なるほど。 BGM もこうイタリアの民謡の音楽を使って、うん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 、まさしくイタリアにいるような気持ちになれると。なるほど、なるほど、はい、はい、行ってみたいスポットとかできました？いや、行きたいよね。で、そのミッキー広場とナルド通りとかはその名前と照らし合わせて行きたいなと思うね。
あ、ここがそうなんだ。あ、ここがこれなんだ。そう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 。結構ね、ちっちゃい。あ、書いてはあるの？書いてある、書いてある。ただ、こっち表記。ドナルド通りって書いてあるね。イタリア語表記。ビアパペディの？そうそうそう。ここが書いてある。ただ、英語からのイタリア語なのかな、多分。結構、スペルは近しいから、うんうん、その標識みたいなものを見て、ビアパペディのと言葉さえ覚えてたら、あ、これだ。なるほどね。女の子とか言った時にこれなんて読むか知ってる、うん、ビアパペリーノって言うんだけど、これ君がドナルド通りって言うんだよとか言ってあげると、うん、おデブのバイダンちゃんでもモテるんじゃないかな、うん、なんでモテない前提の話進めるんだよ。モテるデブだっけ。人が見るわ。犬が怒った時みたいなっていう感じ。っていう感じですね、簡単に言いますと。ここのエクスプローラーズランディングは特に何にもない。そこ行くと30分延長するよ。え、そんな行くの？そんな行きますよ。だってこれに関してはもうマジ世界史だから。ああ、なるほど。もう社会科見学で行けるレベル。そのいわゆるどこの子を舞台にしてモチーフにして作りましたよとかじゃなく、もう世界史そのものになってくるんだ。そうそう、もう本当にいた、もうレオナルド・ダ・ヴィンチとか、コロンブスだったりとか、いろんなその学者とか開拓者たちが何をしたかとかがこう壁に書かれてる。知って結構ごっちゃになってるんだ。その本当にいる偉人の人と、うん、いわゆるディズニー内部の偉人の人と、うん、結構ごっちゃになった歴史で進んでるんだ。ごっちゃって言い方がちょっとあれですけどね。その混ざってる。そうそうそう、融合されてるわけ。そうオリジナルの部分もありながら、実際の世界にこう世界史に基づいたものもある。なるほど。じゃ結構ごっちゃになってるんだね。ごっちゃって言い方やめろっつってんだよ。強いな、叱りが。3時間目につきましては、ちんぽがいてる。ちんぽって言うなって。だからさ、風俗街だと思ったわ。風俗街キャッチいねえから、そこ風俗街だ。エクスプローラーズランディングキャッチいねえから。違う、風俗街じゃない。風俗街じゃないんでやめてください。ランディングもちょっとなんかスケベに聞こえてくるもんな。聞こえねえよそんなパラダイスの港の方が聞こえるだろ、そんなこと言いました。まあ、パラダイスとやりすぎるからちょっとな。なるほどな。これだけでもこんだけ勉強になるんですね。っていうような、はい、イタリアの本場の味が楽しめるベネティニアハでした。なるほどね。はい。ありがとうございました。